こんにちは、矢田部です。こんにちは、中村優斗です。今日はですね、矢田部がやるシュートまでの駆け引きゴール前のね、はい、やろうと思います。なんかおかげさまで矢田部がやるシリーズなかなかね、毎回いい感じになるんで、ね、素晴らしいね。そんなにないんですけどねじゃあキーパーも入ってもらう、素手でちょっと寒いけど。で、例えばフォワードというか、まあゴール前だよね、はい、ここで1対1になっちゃったら何しますかって話 で、はい、でさっきちょっとね、撮影前話だけど、どうするの。自分の場合はこう進まないで横に逃げてコースが見えた時にも打つっていうのを意識してます。そうだよね、はい、ここで進むともう、うん、ここを来てコースがなくなっちゃうので進まず横行ってここだよね。そう、これでも絶対これも一つだよね、はい、で俺やってんのは、はい、俺やってんの楽しそういいのかな利き足どっちかっていうのはあんまり悟られたくないでしょ。そうですね、ね、はい、みんな右利きっ てこうやって持つのよ、そうしたら警戒するよね、ほら大石さんのキーパーの位置まで、ね、で右足で出して右足で蹴るって結構時間かかるのね。そうですね、だからよく徳丸さんね、キーパーよくやるんだけど、俺基本的に右足で持たないんですよ、ゴール前。うーん、キーパーのことも騙したいから。だから持っててこういう感じとかね、早い俺よく見るよね見るなんかやられてるしいや、だからトーキックだから早いかと思いきや、実はここで左足のフェイントで取っとく、ね、右足を取っておく、はい、必殺技にしたいんですよ。なるほど、だから左足でしっかりまたまで行きたいよね。嫌でしょ、ほらちょっとドキドキしてるね、フェイントが左足、別にさ、行かれてもこれだったら怖くないと思ってくれたらいいんだけど、でもそれはさ、開始5分じゃ分かんないわけじゃん。ね、これがまさか左足でね、でも俺1回目だったら絶対左足で蹴っとくな、こうやって。これ見せる、1回。なるほど、なるほど。知らない相手だったら絶対1回見せんの。ね、そうすると、効くんだよ、これ。そうか。やられたことない、ね、こいつ何どっち利きなのっていう、うん、この駆け引きっていうのやってるかなって。だから俺ね、左足でこうやって持ってくもん。そうするとこの間なんかしゃべり系でやったね、利き足がどうのこうの、使えた方がいいよね、繋がりましたね、繋がりますよね。すいません、両足使えるんですね。だって普通にちょっといい、俺左足で普通に蹴ってるもんね、こうやってね、危ない俺左足で普通に蹴ってるもんね、こうやってね、危ない大石さん、大石さん、どういう技やばい、マジックだこれがそんな僕のやためマジックです。ちょっと使っちゃった今今年最後がまだ使ってないの使ってみたまあだから一番多いのはここで左足またいで出て、でついてきちゃうから俺もう一回行くの。これよくやってるね。やってますね。そこで打たないの。そう、一回打たないの。ここでまた入れ出て、で一回止まってもう一回打つ。あー、下手くそ。やってるやつ。はい。ダメダメ。だから左でやられるって結構嫌でしょ、ゴール前。嫌ですね。嫌だよね。でもう一回とかやるとほら。こういったからね。ね、これやってるともうほら行き放題。ってなってくる。はい。だからここの場面だけ切り取った話にするとすごくこうやりようないんだけど、最初の5分10分で相手の利き足のデータ入れるよね。そうですね、あそこをぶっ壊す、大事ね、あそこのデータ収集にエラーを起こすことが大事、うん、ね、大石さんね、聞いてた？聞いてますよ、ね、大丈夫ね、大丈夫ですよ、じゃあおいでよなので、まあ、矢田部がやるのはね、基本的に右足でできるフェイントは左足絶対やる、スピードある人たちにはかなわないんだけど、ただないからこそ技でいきましょう。
ね、ということで、はい、チャンネル登録お願いします。